キャッチアズキャッチキャン。キャッチアズキャッチキャン。キャッチアズ、キャッチキャン。キャックはレスリングの一種である。フリースタイルレスリングや現代のプロレスの主要な源流の一つと考えられている。歴史的と地域的に競技形態や技術の内容は変化している。キャッチレスリング、シュートレスリング、または単にキャッチとも呼ばれる。本校ではキャックの原型である。 ランカシャースタイルも含めて解説する。19世紀のランカシャースタイルでは、現在のフリースタイルレスリングやプロレスとは異なり、サブミッションホールド、関節に、締め技など広く、相手から交参を奪う技が使用されていたこと、ピンホールのほか、サブミッションによる勝利での試合決着が存在していた。これについて、プロレス研究家のナサリョウスケは、16世紀から18世紀に、 かけてヨーロッパで出版された都市格闘技の教則本に数多くのサブミッションが紹介されていることを指摘し、本来ヨーロッパの民族レスリングにおいてサブミッションは一般的なものであったが、それが危険な技術とみなされて次々に封印され最後まで残っていたのがランカシャー地方のレスリングったのではないかとの見方を示している。 1898年にニューヨークアスレティッククラブのレスリングコーチヒューレオナルドが表した A ハンドブックオブレスリングにはグレープバインロック、コブナツイスト、サイドチャンスリー、ヘッドロック、クロスバトック、腰投げ等の技が紹介されている。1912年のマーティン・ハーマー・バーンズの著作レソンズ・イン・レスリング・フィジカル・カルチャーでは 各種ネルソンホールド、各種レッグダイブ、チャンスリーホールド、フロントネックチャンスリー、ハーフネルソンクロッチホールド、ピックアップボディスラム、アームリストホールド、アームドラッグ、アームレッグピックアップ、ファイヤーマンズキャリーなどのアマチュアレスリングでも使用されている技の他に、アマチュアレスリングでは禁止されている、トーホールドやアームホールド、ストレートアームバーン、ハンマーロックといった関節に、 締め技のストラングルホールド、裸締めなどの技がストレッチやダンベルを用いた体操と共に紹介されている。12世紀のヘンリー2世時代以降、イングランドではレスリングが盛んであった。ブリテン島で伝統的に行われていたレスリング競技の内イングランド北部のランカシャー地方で発達した流派、ランカシャースタイルがキャックの元々の形であった。なお、ランカシャースタイルの起源は、 アイルランド島である。ランカシャスタイルが伝統的にどのような場で実践されていたのかについては、はっきりしたことは分かっていない。NASA は、ビル・ロビンソンの証言を紹介しながら、イングランドでボクシングデーに興行として行われていた、オールインと呼ばれる都市格闘。ロビンソンによれば、キャックに拳による打撃を加えたような競技とされるの。 ようなプライズファイト、カネジアイとランカシャースタイルの関連について、推論を展開しているが、詳細は不明である。19世紀後半、ランカシャー地方からアメリカ合衆国に向かった移民たちにより、ランカシャースタイルはアメリカ合衆国に伝播することとなった。1880年代にはすでにアメリカン客、王座なるタイトルも存在していた。 この時期の著名なレスラーとして、トム・コナーズやジョー・アクトンが挙げられる。特にコナーズは、カラーエルボースタイルの選手であった、マーティン・バーンズにランカシャースイルの技術を伝えたことで、20世紀のプロレスリングに大きな影響を与えたとされる。バーンズは、現役引退後、コーチとして、数多くのレスラーを育てたが、その中には、フランク・ゴッチなど競合選手も含まれていた。 NASA は、この時期のアメリカにおいて、カラーエルボースタイルや、グレコローマンスタイル、従術などの技術が、ランカシャースタイルと混交したと考えている。カール・ゴッチは、この時期のアメリカにおける、キャックを、アメリカン・キャッチと呼んでいる。前説で見た、アメリカン・キャッチは、20世紀初頭に、ジャック・カーキークラによって、イングランドに持ち込まれ、広範な人気を博すこととなった。すでに、 グレコローマンスタイルのトップレスラーであったジョージ、ハッケン・シミットが新たにキャックの技術を学び、キャックルールでの試合に臨んだとのエピソードも伝えられている。しかし、この時期のイングランドにおけるキャックの試合は関節技を用いないものが主流であった。ちなみに1908年には前田康生もロンドンにおいてキャックのトーナメント大会に参加している。こうした状況を変えたのが、 日本出身で不戦流の技術を持つ、柔術家、谷幸夫、1880年から1950年である。谷は1899年にイングランドに渡ると1910年代中頃まで、キャッ区のレスラーたちと賞金をかけ柔術の試合を行い、1918年にロンドンで柔術の道場を開いた。谷がもたらした呪術の技術の一部は、 キャックにも取り入れられたと推測されている。逆に前田たちの手により、欧州各国や中南米、ブラジルなどへ普及された柔術は、純然たる古来のものから姿を変え、キャックなどレスリングの技術も取り入れられた新しい柔術スタイルであった可能もしさしている。また、谷による柔術の試合の影響もあり、キャックにおける関節技の試合での使用が、 再び解禁されたのではないかとの見方も提出されている。アメリカの著名なプロレス誌やマーク・ヒューイットは、キャックと柔術は片方が一方的に与え続ける親子の関係ではなく、互いの長所を分かち合う兄弟のような関係へと例えている。こうしてキャックは、イングランドのプロレスリングの中に、格好たる地位を築いたが、中でも更新に大きな影響を与えた選手が、 ビリー・ライレイである。ライレーは第二次大戦中にはすでに、ウィガンにビリー・ライレイジム、通称、スネーク・ピットジムというレスリングジムを開設しており、同ジムはジョージ・グレゴリーやビル・ロビンソン、カール・ゴッチ、ダイナマイト・キッドといった選手を輩出した。日本のプロレスラーがキャックの技術を受容する過程において大きな影響力を持ったのがカール・ゴッチであった。 ゴッチは1950年代にウィガンのビリー、大レージムで、キャックを学んだ後、1959年にモントリオールで活動し、同年10月よりオハイオ州に転戦。ゴッチは、力道斬新後の1967年から1969年に、かけて日本プロレスのコーチとして招聘されている。ゴッチはその後も新日本プロレスで、コーチ活動を続け、 アントニオ猪木、木戸修、藤波辰美、藤原義明、前田明、西村修、船木正勝、鈴木みのる、石川祐希らを指導した。ゴッチの教え子たちは、特にキャックの技術に関わりを持ち、前田は1984年に和布を、船木、鈴木は1993年に、パンクラスを立ち上げ、藤波、西村はドラディションを主催するなど、 それを全面に押し出し活動を継続している。また、ビル・ロビンソンも1969年から1970年にかけて国際プロレスの契約選手として日本に滞在したほか、1999年からは再び日本に移住し、宮と友好と共に公園寺のレスリングジム UW 会スネークピットジャパンのコーチとしてキャックの技術を教えている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。